こんばんは、ジャイナチャンネルです。こんばんは。じゃあ、まず謝罪の方をお願いします。失礼しました。あれ意外で、おい、ちょっと、ちょっと、めんねん、YouTube でさっきから、おい今日ちょっとワイルド目で行こうかな。どうしたんだよ、なんか。あ、ちょっと時間を見誤りまして。だって10時からだって、10時15分回せたの珍しいね。どうしたの。あの、シンプルに遅刻なんですけど、これ、もう本当に俺、9時には起きてます。おう、あ、9時じゃない、8時には起きてます。で、ちょっと家の片付けとかして、マジで余裕ぶっこいてたら、待ってきてたみたいな、信じられないぐらいの調子にしてた。それで間に合った。間に合ってないです。何やってんの。いや、ほんと、すいませんでした。いやいや、ほんとに、まあ、ちょっとゆっちのことこれは言えないね、車もね。もう言えないんだ。言えないですよね。いやいや、でもあの、中丸くんまだ遅れてきてないですから、ね、いやいやいや、今日来ないで。来ないで。なんか知んないけど、あの人ずっと忙しいんだよ。午前の部にあの人参加しないですよね。そう、午前忙しい人。いや、ちょっと本当に失礼しました。もう僕のせいで。いや、今日なんかお花見しようと思って場所を探してたら、ジュニアがここに来てて、もうここ済みっすか。その縁で来たっす。どうですか、ほら。いや、綺麗じゃけど。違う、今日はうーまくんの企画です。おい山田、二宮、話聞けよ。企画やるぞ。こんばんは。ご挨拶遅れました。中華です。今日はですね、私がかねてよりやりたかった企画でございます。テキストをここに打って、で、まあ AI といいますか、まあ音声アプリがそれ喋ります。さまざまな人の声を安全に、そして便利にご利用いただくためのプラットフォームです。何でもいいです。さっきみたいな、おい山田二宮話聞けよ。あれ、AI が言ってるでしょ。そうです。すごいよね。これいろんななんかオプションがあるんですよ。人を変えたりとか、女性にしたり男性にしたり、子供にしたり大人にしたり、声の高さとか怒りとか感情も入れることができて、これを駆使して、うん、他の二人を笑わせよう。ああ、なるほど。笑った判断がちょっと難しいんで、皆さんにハーモニカを加えていただいて、ね、ハーモニカで音が鳴ったらもうそれはアウトです。だ、鼻抜けなしね。鼻抜けなしです。好きな文章打っていいんですよ。中丸。ほら、もう鼻抜けなしだって。中丸。中丸。中丸。絶対泣けるじゃん。怒りを今参入したんですけど、例えば悲しみをプラスすると中丸これそれに釣られちゃうわ。それはなしね。最初に笑った人が言ってんね。ハーモニカって吹けます？吹けない。誰から行きます？もうじゃんけんで決めましょう。でも時計回りで、最初はグーじゃんけんぽい。確かめらんないのが辛いな、これ。でもまあこれぐらいかな、多分。はい、でセット。はい、二宮1巡目、いきます。おい山田、お前は俺より小さいな。セーフ。お前をお前って呼んだってこと？多分そう。あ、すごい。それ知ったらもうよりおもろかった。危ねえ。子供の声は想像してなかったから、子供に小さいって言われるの面白いなと思った今。なるほど。ノーポイント。セーフ。山田、お前は俺より小さいな。ひらがなで入れた方がいい。いけましたね。ちょっと長いからこれがどう出るんだろう。昨日ねゲームで子供とマッチしたの。そしたらね、その子がね、俺に雑魚通ー、さよなら雑魚通ー、傷ついた。昨日ねゲームで子供とマッチしたの。そしたらね、その子がね、俺に雑魚通ー、さよなら雑魚通ー、傷ついた。ちょっと弱いなぁ。危ねぇ。早すぎて、なんですか。雑魚通ー。雑魚通ー。これんなに早くなっちゃうんだ。
話の速度みたいなのを3にしたらあんな速いなんです。いきます。あなたは何歳ですか？いいえ、私は中丸です。あなたは何歳ですか？いいえ、私は中丸です。伝わらないな。中丸になっちゃった。やっぱそこまでなんで、やっぱそこまで伝えたいことが難しいよね。笑わせたいな。いきます、はい、今からすごいこと言いますね。中丸ルルルル。今からすごいこと言いますね。中丸雄一。今からすごいこと言いますね。上田達也。レンチャンすごいな。ずるいでしょ、もうさすがにずるいでしょ。でもこれこんぐらいしないと笑わないですね。1分とかにします。1人持ち時間。あ、いいよ。いきます。想像してごらん、中丸くんの鼻を。想像してごらん、中丸くんの鼻を。何に時間かけてたんだろうって思ったらすごい面白かった。いきます。想像してください、中丸のへそピー。アウトよね、もう絶対アウト。もう笑ってるやん。想像してください、中丸の反復横跳び。これダメだ。よし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 、取ったよ1ポイント。無理よ、俺も中丸くんでいろんなこと想像してたのに。この流れでいきましょう。この流れ重要だよね。いきます。想像してください、中丸のガチくどき。想像してください、中丸の下手なボイパ。想像してください、中丸が週一で滑るところ。おお、すごい。いやー、結構歌いましたね。中丸くんいないから。はい、中丸くんばっかりなんで。これそうっすね、中丸くんこれで思い出せますしね、常にいるから。はい、近くに。想像してください、中丸の全力はどうけん。想像してください、中丸の全力昇竜拳。想像してください、中丸の全力龍巻旋風脚。想像してください、中丸の全力笑顔。ああ、そういうことか。まっすぐ来られるとダメだな。そうなんだな。今11ぐらいじゃない。そうなんです。想像してください、ただシンプルに中丸のことを。想像してください、生まれたての中丸。想像してください、生まれかけの中丸。想像してください、壊れかけの中丸。なんだ、壊れかけっていう。生まれかけだよ、どっちかっていうと。結構うまくないっすか、連打しちゃうっていう。あー、まあ山田が一歩抜けてます。抜けてますね。壊れかけちゃったんだな。いや、俺まだ1分残ってますから。いいよ、まだやるの。断末魔の中丸。ちょっと待って、いや、ちょっと待って。断末魔。もう断末魔にやられてるじゃないですか。もう山田くん2ポイントです、今ので。ちょっとね、もうね、ラッキーチャンスだね。このシステム信じてます、二宮和也。このシステム信じてます、中丸雄一。このシステム信じてます、菊池風磨。このシステム信じてます、山田洋次。山田洋
おじさんはちょっとないっすね。煮るなり、焼くなり、えなり。いきます。大晦日ジャニーズカウントダウン、視聴者が選ぶコラボ17位、中丸雄一と上田達也のマジ喧嘩。コラボじゃねえじゃねえ。喧嘩じゃん。ひっきいな、しかもマジ喧嘩なのに17位。結構いい線いったんじゃないですか。低いな、マジ喧嘩にしては。ここ意外と疲れるね。疲れます。結構笑いましたね。なんか耐えちゃってたけど笑ってたな。なんか耐える時点でね、もうなんか、ね、結果出ましたね。二宮くんが笑った回数 1.5 回で、僕が1回、山口さんですね。何であんな2回も笑ったんでしたっけ。いや俺多分絶対仲間だ。壊れかけの仲間だ。そう、壊れかけの仲間と。じゃあ罰ゲームだ。罰ゲーム360度。そう、360度カメラを加えて、ああ走るだけ。いやもう簡単だよね。簡単です。これを加えて走ってもらうだけ。こう走ってもらうってこと。こう走って、頑張って、頑張れ、頑張れ。もっといけるよ。いけるいける。チャンネル登録、高評価、よろしくね。想像してください、中丸のスキップ。ハロディスク。チーだな。